どうしよう。胸が苦しくてどうしようもない気持ちになった。カトシがブログで選抜への空気とこれからについてを書いた。メンバー間では選抜制になる覚悟をしている雰囲気を私は感じていました。4期生が加入して仲間が増えた喜びと同時に、現実的に考えて人数的に全員選抜は厳しくなるとメンバーみんな思っていた。お日様に楽しんでもらうためにも変化が必要だと思っていたから、選抜制になるのは覚悟していた。むしろもっと早く選抜制になると思っていた。センターに選ばれた陽子、名前を呼ばれた時から震えていた。プレッシャーを感じる瞬間が何度も来るから守ってあげないとと思った。そしてこの節目のシングルでフロントに立たせていただけて嬉しい。本当にメンバーが大好きですと続け、今回名前を呼んでいただいた時に自分の場所に立って前を見た瞬間の光景は脳裏に焼き付いて離れません。胸が苦しくてどうしようもない気持ちになって、今書いていて思い出すだけでも苦しいです。大好きなメンバーのためにもフロントとして気合い入れて頑張ります。初めて表題曲に参加する4期生メンバーも困っていたらサポートできるよう、日向坂というグループに興味を少しでも持ってもらえるように28人全員で精一杯駆け抜けたいと思います。よろしくお願いしますとしめた。これを見たお日様たちは、自分のポジションに立った時、目の前に選ばれなかったメンバーが残ってるって状況は初めてだったわけだもんな。そりゃ苦しいよ。これはまた新しい着眼点だ。こういうことを書いたメンバーは多分いなかったよね。確かにそうだよな。加藤さんの名前が呼ばれたのはもう終わりに近い。完全には選抜落ちした険しい表情の同期や後輩、想像を絶する残酷な光景だったに違いない。むしろもっと早く選抜制という形になるとも思ってました。それは僕も感じてました。目の前で向かい合っているんだものな。ここを切り取って話したの坂道でもとしちゃんが初めてなんじゃないかな。慣例とはいえ良くない趣味だと思うよ。本当にブログ一覧が日向坂マークだらけなのもなかなかよね。そっか、今まで見たことのない光景があるのか。少なくとも笑顔じゃない仲間たちが、これはお互いにきついものだな。そっか、今までなかったものだから選ばれる方もしんどいね。すごいな、この捉え方は考えたことないや。でもみんな乗り越えてすぐに笑い合えるって思ってる。勝手に信じてるよ。選抜に選ばれたメンバーも、今まで呼び終わった後は誰もいない椅子があっただけだけど、残されたメンバーがいる光景を見ることになるんだもんな。選ばれた側のプレッシャーってのも想像以上なんだろうな。選抜外のメンバーのためにも音楽番組とかで頑張ってほしい。